イエイ、ついにやってきました4号機キングパルサー。すごいでしょう。奥の方に眠ってました。お、はい嘘です拾ってきました。拾ってきたんです。粗大ゴミをかき分けてかき分けて粗大ゴミになったんですねはい、ということで4号機2001年かな、うん、多分、はい、出たやつですね。ヤマサからキングパルサー、まあ、とりあえずやります。で、新しくこれデータ1ゲーム回したらゲームが1、2って上がるようなやつ、これも拾ってきました、粗大ゴミから。お、すごいですね、はい、いっぱい落ちてる。そうなんです。で、メダル不要機になってます、これは。お、ミッション128ゲーム以内にボーナス5連チャン5連チャン、ボーナス5連チャン、これがビッグでバケでもどっちでもいい。とりあえず128ゲーム以内にビッグ5連チャン以上刺したら終わり、帰れる。それまで帰らない、なかなか、なかなかここを離れないということでやっていきましょう、設定は5にしてあります。あ、5、はい、まあ、なぜかっていうのはまあやりながら、とりあえずスタートです。あ、ポンポンポン言うのせいだ。ミスれはい、最初はこのあれですね、チェリー付きのバーを狙っていきます。まあどこでもいいんだけどね、とりあえずチェリーこぼさないために狙っていきます。なぜ5にしたかというとですね、はい、設定6は、まあ、非常に当たりやすい。確かに、うん、560ゲームぐらいかな、忘れちゃったけど、を超えることがほぼない。ただ波は安、もう本当に穏やかな波。ただ奇数設定はハマることもある。1280ゲームお天井まで行くことあるけど、すごいですね。あるけど出た時のもうバーンって、このこれあれボーン、これボーンってあれ羽みたいな、ピカッとね、フル勃起率がすごいんですよ。あれ今言ったよ、すごいの聞いてなかった、もう言えないよ、恥ずかしい。そう、光るな、おおおやばいな、パネルやばい、地味を着てる。あ、来た。ということで設定5にしました。ほうほう、はい、あまりにもピカピカするようであればもう消します。カエルがぴょんぴょん跳ねたね、うん、子役が成立してます。なんかしら、なんで最初に言ったバーチェリーはちゃんと狙って、でこの状態でもベルかリプレイしかないんで、ポンポンと。ただこのカエルの種類も2種類あって、さっきのぴょん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 は子役成立のぴょんぴょんぴょんで、この7匹ガエルは子役揃いません。あ、揃いません。はい、揃っちゃいけないんですこれは。なんでこのバーチェリー狙ってチェリーが止まったら一角です、うん、おで、一応設定5にして設定変更もしたんで、うん、128ゲーム以内に、わお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 、128ゲーム以内にボーナスが放出される確率が 70%。 お、結構高いんですね、はい、なので設定変更後狙いを推奨しますんで、うん、皆さんもし見かけたらやってみてください。わかるんですか？え？設定変更されてるとか。わかります。128ゲームまでやってボーナス引かなかったらもうすぐもう移動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 。なるほど。でこれ今7匹返り、あ、逃げちゃったね。ただ近いと思いますよ、多分当たるの、うん。あ、お、危ねえ。今これバー狙ってオレンジ来たから、オレンジだったんだけど適当に押したら来ちゃった、揃った。だからオレンジテンパイしたらオレンジ狙うように、うん、そこだけは忘れないようにしてください。ただずっとほったらかされてた台なんでストックがストックがない可能性が高いと。で、カエルの演出が連続
うん、5回は確定、ただ4回ぐらいでもう4回ぐらい来たら、てか3回だな、3回来たらもうもらったなと思って思っていただいて結構です。まあいいです、このバー狙いでもいいですし、チェリーフォローするんであればこの赤七を下段、うん、赤七下段これでも OK で、あとなったらチェリーついてる白七、これもうこれ上段にチェリーいるんで、ただもう一つの白七、バー付きの七、バー付きの白七これだ、これチェリーないんで、これだけ気をつけてもらえれば大丈夫、大丈夫です。おお、なんか騒がしくなってきたんじゃないですか。そうですね。えい、騒がしいんじゃないの。えい、もう一回来い。来ない、来ない時は子役を祈る、祈る、うん、子役だったらカエル演出延命、これでこれ大丈夫、大丈夫なんですか。うん、途切れてない。子役を祈る、あー終わっちゃった、これ何も揃わないと終わり途切れ、くそー、今来た、今来たよ。これなんで挟み撃ちしてるかっていうと、さっき言った オーレンジですね、オーレンジ、オーレンジ、オーレンジを取りこぼさないために、こっちはもうどこでやってもオーレンジ来るんで、うん、取りこぼしポイントはなし。あーダメだな、これこれダメですね。1、2パー超えた、超えますか。超えます。次のゾーンは256、にごろ、にごろと言われる部分でペカル、ペカル、うん、やっぱ同じだな、ジャグラーと、うん、250、第2天井、あ、ストック機です、これストック機って分かります？ストック機、分かんないです。ボーナスを一旦成立したらすぐ出るんじゃなくてストックします、内部に、うん、で、ある時期を見て、出てくると。もうすぐ出てこないんですすぐ出てこない、セミみたいなやつセミみたいなやつ、はい、7年間潜って結構長いですね1週間後で、1週間だけ、1週間で、1週間で命。ゲームセンターか鎌ヶ谷店、ただかおっと、2回来た、こう出れん、3回来ねえな、3回来ねえんだよ。おそういうことそういうそういうことなんですよ。あーダメだ。おお、続いてるよまだ、使える。おっ、3回目、いやもう期待値 60% ですよ俺の中で。お、続い、これも続いてるんですか。そう続いてる、今3回カエルが出てる感じ。4回 80%、 俺の中で 80%、 次出たら5回目 100%、 はい 100%、 はい当たりました。185ゲーム当たりです。 OK 大丈夫。あとは今1分の 1.1分の1でリプレイが成立してるんで、あれ、ん、ん、あれ、ん、ん、あれやったな山さあれ、カエル5回だぞ。子役を挟んでいいんですよ全然。リプレイベルだったもんね。はい。でカエル来て、来て子役2回挟んで、でなんだかんだで5回来たじゃん。5回来ましたよね。だよね。これやったな、これこれすごいぞ、これ奇跡のあれだぞ。俺は間違えてない。絶対間違えてない。どうでした？いや間違えてないよ。おかしい。何が起こったんですかね。いやこれはもうあれ電話しよう、山さんに。電話さん、山さん電話さん、あ山さんメーカーだ、メーカー電話します。そうメーカー担当、担当電話するよ後で、担当さんに、うん、
入る5回続いたと。まあ確かに子役は2回挟んだけど、うん、これで放置されないってどういうことだって。電話しますか。まさかお前のところはストック飛ばしてんのかって。うん、今電話するんだ。ああ、まさかお前のところはストック飛ばしてんのかって言う。許せねえ。ああ、これはちょっとお詫びガエル来てるけど、お詫びガエル来てるけど、ね、うん、もう全然 お詫びガエル来てるな。ああ、お詫びガエル来てるな。ゲゴゲゴ言うかな。あ、逃げてった。あれ、あれ次来たらまあ当たりですよ。やられた。あの野郎。くそ。あの野郎って誰か思い浮かべてるんですか。俺の中で山里担当が今頭に浮かんでる。ちくしょう、やりやがった。ニゴロを目指すが、もう多分あ、253だ。もうダメだ。あと3ゲームですね。終わりました。次が560じゃなくて512ゲームですね。1ニッパー足す1ニッパーかける2はニゴロ、2ごろかける2は512、はい、ということで512が次のチャンスゾーン、うん、で次が512かける2の1024で、設定6だけ1024ゲームが最大天井、設定6だけ、1280ゲームっていう振り分けはないんで、設定6は。そうなんですね。そうなんです。 なんで1024ゲームを超えなければ設定6の可能性があると。ただ残念ながらこれは設定5です、うん、はい、よ、2回目、3回目、揃えばセーフ。おお、セーフ。これ何か4回目、4回目、何回目、3回目、4回目。いや、3回目です。リプレイでセーフだったんで、これ、ん ?3 回目じゃないですか。え、これ、今、まだ3回目？今、ぴょんぴょんしてますよ。大丈夫です。お、大丈夫です。これ大丈夫、どういうこと？これ4回目じゃないですか。あ、滑った。オレンジ。オレンジ。んJ、まあ、ベル揃っちゃった。次、次だな。いけば。次 5？ 次 5？ 次多分5です。これもうちょっと山さん、ちょっと山さん。ああ、でもな、出ない、何も出ない。ああ、何も出ない。もうちょっと電話できないだよ、くそ。俺もう絶対あ、お、ビンビンいってるよ。遅れてきましたね。ビンビンいってますよ。ビンビン、ビンビン嫌いじゃないでしょ。お、嫌いじゃないって言ってます。いやいや、ブーちゃんもゲロちゃんもそうだけど、嫌いじゃない、嫌いじゃないでしょ、はいはい、ビンビンで。ただこれなんだよ。え、ダメなんですか。え、バケってことですか。いや、バケだろこれ。いっちゃう、バケ。それとも、デルッデ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 見る、どうする。何ですか、デルッデ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 ッ。ああ、あれ、あ、声止まった。あれ、これデルッデ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 ッ。あ、デルッデッデッ。やっとボーナス、390。薄いところ引いたな。ということで、はい、390、あ、いいね、ほら、ウィン。お、ここもクパーしてるでしょ、クパー、クパークパーしてる、クパー。すごい、明かりが強い。大丈夫、大丈夫ですか。クパー、クパー。楽しそうで何やりです。クパー、クパー。なんで指さすんですか。ボーナスは成立しました。したらボーナスを揃えるんですけど、ビッグとバケの判別の方法は、まあ、何個かあります、うん、まあ、一番簡単なのは中リール、この白、白の下にベル、その下にバーがあるんで、そのバーを中段狙います。えい、見えた今。わかんないです。なんで見てなかった今。今はもうあれじゃん、もう全体の動画の8割があれだったのに。あ、終わったんですか。これサムネだよ。あ、これサムこう
オッケーです。オッケー。バー狙ったら白7来たでしょ。はい、はい、したらドーンドーン。ん、大丈夫です、ビッグです。うん、大丈夫です。バー、あ、違う違う、7ベルバー、7ベル、7ベルバー、7ベルバー、7ベルバーのバーをここね、この中心にズドーンと、こいつだドコン。こうなっちゃうと、あのちょっと変な形で揃っちゃう。7、え、そうなんですか。まあでもいいか。あー、ダメだったな、こいつだ。あれ、ちょっとクソ、リプレイ揃って揃いづらいな。ドン、おう、ドン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 。あ、いいね、これいいね、レインボーに輝いてますよ。あ、いいね、ボインデー、ボインデー好きでしょ。はい、憧れるでしょ。憧れね。よし、あ、すごい、ピカピカしてる。あ、超綺麗。はい、ということで、お、今回も楽しんでいただけたでしょうか。え、まあ、エンディングっぽい音楽流れてますけど、エンディングっぽかった。こっからビッグの紹介の仕方ですね。で、これは今設定5にしたんですよ、これを、うん、なんで設定5はハズレが 13.8 分の1でハズレを引くんで、はい、その他は 9.7 分の1ぐらい、はい、1から4までは多分1から4までは 9.7 分の1で外れ、うん、で設定5は 13.8 分の1で外れ、はい、じゃあ6は 21.9 分の1で外れ。お、よく言えましたっていう感じでね、外れを引くんで、外れを引かなければ引かないほど高設定ということになるんですね。なるほど。じゃあいきます。打ち方は赤7、赤7です。赤7アバウトで OK。 真ん中ここら辺でベル来たら、あ、ベルで、オレンジ来たらオレンジを狙う。でそしたらここら辺赤7アバウトで OK。 オレンジ、赤7アバウトで、こっち適当で、ベル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 で、赤7適当、ルービル、うん、こんな感じでやっていきます。リプレイ中断、はい、これはリプレイが揃うんでリプレイ外しをしないといけない。まあまず外さなくていいんだけど、まだ4ゲームだから、はい、でも一応外しとしては中断と下段、この2コマに赤7、赤7ここだけ2コマ目押しが必要になります。赤7です。すごい見づらいけど見える、これだ。赤7を押せば外れると。うん、なんか中段だけちょっと厄介なんですよ。なるほど。でリプレイの揃うラインはこの中段とこのあとは斜め、うん、右左上がりか、左上がりのリプレイ揃いがあるん で、うん、で左上がりだとまた違う外し方があるんで、ちょっと覚えるの大変なんです。でこれ今何も揃わない、はい、でじゃあ適当打つかっていうと適当に打っちゃダメです。チェリーがある可能性があるんでチェリーをフォローしてあげてください。でもこれチェリーも外れた、うん、となるとあの外れ1、外れ、13.8 分の1かな、うん、の今引いた感じ。うん、で中段リプレイはまあもうこれも入れますよ、入れる入れる入れる、あ、外しちゃった、やだやだやだ。俺は外すって言ったのに、あ、そう、あ、外すよ、外すんですか、オッケー、え、外す、外すって、外すよ、リプレイいるよって言う。あ、だって400枚取らないとさいけないから、だからまあリプレイ外しができればもう順押してもいいんだけどね。うん、あ、最初に外してってことですか。そうそう、順押しでいくか。順押しだったらもういつも通り通常の狙い方と一緒、バー狙ってチェリーフォローしてあげる、う
で、ハサミ打ち、あ、まあ入っちゃったけどそれでもいい、全然何枚獲得したか分かんねえじゃん、これまあいっか。なんかサマイスみたいなの乗ってません？うん、サマイス乗ってる。あ、いいね、優秀優秀、子役がガンガン揃う。これ左上がり、あ、この場合は白7を枠内、白72つあるんで何でもいい、はい、白7枠内狙ってあげれば外れると。簡単。オレンジの左上がりは揃わない、正常的に揃わないんで、うん、チェリーですほとんど。で中段は赤7を 中下段、ここに狙ってあげると。まあ2コマなんで結構簡単、まあ、花火みたいなもん、うん、で大体21か22ゲームになったら順押ししてあげる感じ。これは、まあ、ほとんどチェリー、外れもあるかもしれないけど、うん、だいたいチェリー、チェリー22、まあここから順押ししてもいいかな。でこれ今滑ってオーレンジ、やった、オーレンジは大量獲得だからいいです、嬉しいですよ。おお、チェリーボーイ、キングパンサーのチェリーボーイは、はい、もう完全に童貞です言っちゃうんですかやばいよ、おっとパンクしちゃうよ、やばい、ラストあ、滑ったということはオレンジ、オレンジですあ、パンクした。かわいいよねこういうの。いつもやっちゃいますよね。ん？いつもパンクしちゃいますよね。いつもパンクしちゃいます。ベベロですね。したらここから128ゲームまではレンチャンゾーン、ストック解除される可能性が高いんで、5連チャン していきましょう。5連チャンしたら帰ろう。もう帰るよ。今日土曜日だよ。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバーイ。